姿を。はい、見えました。未来の先までずずーいと平和です。次はどちらに参ればよろしいですか？日輪。はい、ギランと眩しい光の先のあっちに永遠の安寧を。もっ、巨大な地下道を発見。あれれ、なんてこった。ま、迷子じゃ。部長あたりでどうにか食べ物を分けてもらえませんかね。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとか。いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、侘び助。甲斐の虎に軍神、川中島にて激突しました。お尋ね者ですね。はい、ギランと眩しい光の先のあっちに永遠の安寧を求めて行きますよ皆さん。我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。時は来た、決着をつけようぞ剣心。望むところ、雌雄を決するは今。仲良しさん同士で喧嘩はいけません。ここです。遅れねえぞ、技は見て盗まないとな。ま、こっちも働きがいがあるってもんさ。
滝登ること恋のごとく。恋は滝を登り傷つきとなれり。真田の大将、そんな大声出しながら進んだらバレちゃうって。あれは軍心を追い立てる武田の策ですな。こちらはひとまず陣を取り進めましょうぞ。陣馬一体はやがて人心一体をも導こうぞ。立つのです。失う明日を恐るるならば。そこでお休みなさい、ひな殿。いざ、虎の巣へ。はっ、申し訳ございません、親方様。この雪村、虎になれても傷つきとはなれず。よい、ひとまずは下がっておれ、雪村。ご神託によれば、明日のあなたは。剣心、魂の熱きは火山のこと。私もお待ちしております。この陣はもうダメだ。一旦引かねえと総崩れだぞ。血、匂い、みんな死にたがりばかりだ。お主の力、
しかと見せてもらった。やつは緑だとでも言うのか。いいな、ただの人よ。力を合わせろ。求めます。まさしく熱狂か。わしからも本田時代を開いた者よ。いつか俺も雪組の一員として名を馳せるんだ。式を仕返してみせい。なんとしてる。出番だ。主人か。見たか。俺は無敵。よくぞそこまで鍛え上げた。俺が脇役だ。その冗談は実に無敵。